というわけで、そういろいろ今までその過去のアーカイブとかヴィンテージのものについてお話たくさんいただいたんですけど、ちょっとここからもうこれは今出てる、そうですね、今も店頭に出てる秋冬の商品、新作、はい、新作になります。これ確かに僕もネットとかで拝見させていただいて、あの先ほど紹介、いただいたこのラルフ・サンプソンとか、はい、その辺のモデルをベースにして、そうですね、まあ、プーマは1948年に創業して、あの長きにわたってこうスポーツのシーンで、うん、歴史的なシューズっていうのをたくさん出してきたんですけれども、1960年代、それから70年代80年代の代表的なスポーツシューズを、ルドルフ・ダスラーレガシーコレクションとして、今回ラインナップされています。まあ、大きな特徴としましては、あの過去のスポーツシューズを上質なホワイトレザーを使って構築する、で終端だけ、ナイロンの素材を使いながら、裏打ちはレザーなんですけど、本当だ、裏レザーだ、はい、裏はレザー使ってるんですけども、はい、終端の表面だけはあのよくあのプーマのシューズ、スポーツシューズに使われているホームストリップにつけられていた代表的な色をつけたあの終端の、スペシャルメーカーすごい。これさっきね、あの、ラルフ・サンプソンの話いただきましたけど、すごいレザーいいっすよ、まあ、かなり上質なものを使ってます、ね、まあ、お値段も結構いい値段なんですけども、ね、でもそれに見合っただけのレザーを使ってます。革靴に近いような感じで、あ、確かに育てていただけるような仕様の作りなんですね。すごいで、あれも書いてありますね、ちゃんとタンの裏の、はい、電風マッチス、はい、ミッドクオリティと、はい、そうですねこれ覚えました。第一主義で、まあ、ラルフ・サンプソンのミッドとそれからローがありますが、あ、これがラルフ・サンプソン、はい、でサンプソンの次のシーズンに入って FX ですね、はい、これハイカットも販売されています。で今回ちょっとローカットだけお持ちしたんですけども、ね、ローカットの FX、 それと前にあるのがカプリっていう、これがあの昔のテニスシューズ、テニスシューズですね、はい、カプリって結構そのテニスシューズってヨーロッパにある島の名前を付けたみたいな、テニスシューズって割と昔からこうバチバチとしてレジャーシューズみたいな形で位置付けられることが多くて、はいはい、で昔のこの辺はキャンパスでオリジナルを作っていて、うん、70年代キャンパスっぽい、はい、アッパーデザインですね、はい、本当にこう単色のキャンパスに、バルカナイトのスタイルで作ってたっていうのをこうレザースペックに置き換えて、ちょっとこう現代的にアップデートはされてるんですけど、カプリ、それと、まあ、1960年代の、ローマ、あ、ローマですね、はい、これは68年のスペックを、復刻したものになるんですけれども、まあ、ちょうどその時ユーロでイタリアチームが優勝したので、ここが一斉に届いて、これなんかいろんな素材のバージョン出てますよね。出てます。ナイロンだったりとか、はい、なんかナイロンのイメージも結構強いですね。そうですね。ここ最近やっぱりナイロン地のものが多かったんですね。うん、そうですよね。はい。ヨーロッパ、特にイタリアで人気があるんですよね。これやっぱ細身のシルエットで、なんかジャケットとか、はい、スーツをこうドレスダウンして着るときに足元にこういうクラシックなランニングシューズっていうかトレーニングシューズを履くっていうのが、うん、強くて、外国のね、あっちのヨーロッパの人たちのああいう服ってめちゃめちゃかっこいいですね。そうですね、スーツに着崩してちょっと丈短いスーツにランニングシューズみたいな、はい、そうですね、そうですね、はい、なので割とそういう人たちにもこうコーディネートしていただけるように、ナイロンの軽い素材を使ってネイビーとかブラックとかのナイロンに白いラインをスッと入れて作ったりとかしたり、で今回はもうオールホワイトで、タンガグリーン、はい、タンガグリーン、裏張りこのヒール周りは全部レザー、そうですね、なのでかなり贅沢な作りになってますね。で、まあ補強パーツみたいな部分的にこうスウェード、ナチュラルなスウェードを使ってちょっとこうコントラストを出してっていうのも、今回のレガシーコレクションの特徴の一つ、なんかもうちょっとしたハイブランドのシューズみたい な、ね、そんな感じ雰囲気にされますね、すごい上品で、そうなのでシンプルなので、もう素材のごまかしが効かないぐらい、完成されたコレクションの仕上がり、綺麗な、綺麗にレザーがめちゃくちゃ綺麗ですね、はい、全然綺麗に仕上がります。他は1976年型のオスロシティをアレンジしたもので、
でこちらがそのレガシーコレクションのオスロシティなんですけれども、つい最近出たのがオスロシティ4G、うん、全然分かんない、ね、ちょっとなんか雰囲気全然違います、うん、やっぱソウルがガムソウルと白いソウルだと。でもオスロシティって何型かあります、ね、あります。これなんかはここの結構細いじゃないですか、はいはいはい、僕知ってるのって多分ここのこうつながってる感じの、はいはいはい、もうちょっとここが太くて、はい、スロートタイプって言われる、ね、なんか、はい、なんていうんだろうな、ボーリングシューズみたいなデザイン、はいはいはい、そうですそうです、ね、やつがオスロシティって言われるとなんかそういうイメージだったんで、はい、これが出た時にバスケット、さっきのバスケットじゃないですけど、はいはい、あ、こういうのもあったのかなっていう。そうなんです、マイナーチェンジを繰り返しながら70年代初期から80年代にかかるぐらいまでオスロシティっていう靴は出てきました、ね、そうなんです、バージョンがちょこちょこ変わって、はい、なので どっちが古いんですか。こちらの方、こちらのスペックが76年型で、はい、いわゆるミノルさんがさっき見てたこのスロットタイプっていうのは、はい、その後のバージョンも。あ、じゃあこっちの方が古い、はい、こっちの方が古いタイプですね。へえ。ちょうどこれがコンタクトソールっていう、はい、このソールが開発された1976年のスペックで出てきた、こっちが OG、うん、でその時代のものをオールホワイトのトーンで作ってアクセントカラーにブルーを入れたのがレガシー。ちなみにこのコンタクトソールっていうのはどういうソールなんですか。クルマコンタクトっていうのは要はよりこうなんていうのボリュームがあるソールパターンなんですけれども、はい、要はグリップ力がすごく高いです、ね、なんか独特なソールパターンですよね、はい、ですね。なのでこういったトレーニングシューズに使われているソールの溝の切り方とバスケットにもコンタクトソールに使われていて、バスケットに使われているやつっていうのはこの真ん中の部分がこう波形のように削られていたりとかして、スペックが違うんですよ。よりコートだったり地面とグリップ力が、はい、ここがコンタクトソールで厚みがあって、で実はこういうラバーのカプソールの特徴なんですけど、これもう 1枚なんていうか1つのこうラバーのピースで形成されてるとかそうではなくて、はい、実はこれちょっとプーマスウェードのソールで見ていただきたいんですけど、ラバーのカプソールって大体ね、うわ外れるこういうふうにこういうふうに格子状になってるんですよ、はいはいはい、でなんでこうしてるかっていうと、ラバーで埋め尽くされたソールだと重すぎちゃって曲がらないし、ね、重さが出ちゃうし、うん、でなおかつこうやって切り込みを入れていくことで実はここがたわみやすくなるんですよ。で一個一個空気が入ってるじゃないですか、空気の部屋みたいな、これで同じような少し構造になっていて、それが着地した時の衝撃を潰れることで吸収して元の形状に戻ることで発生がしているので、その構造がこのソール。なるほど、そうなんですね。グリップとクッションっていうか、この構造はあれじゃないですか、プーマセルそうねそのまんまセルの考え方です、ね、要はじゃあこれをこうグレードアップさせていってセルとかトライトです、はい、あ、そういうことなんですね。そうですね。でもちろんそのトライノミックがあるんだ、はい、セルの元祖なんでトライノミックを作った会社っていうのはまた別にいるんですけれども、はい、考え方はこの時の考え方。はあ。だから昔のカタログ見るとエアクッションソールって書いてあるんです実は、そうなんですね。実はここので、部屋の中に空気が入ってる、ちょっとどこかで聞いたことがある。そうなのでショミングウィンドウそういうふうに言われてるんですけど、衝撃を吸収するためと軽量性を出すためにまた、コンタクトソールっていうのはこのプーマスエールとかが使っていたソールをさらに発展させたハイクッションですね。厚みもありますので、要はこの壁の高さが高くなるのでよりたわむようになって、そしたらあれなんですけど、この辺の年代のシューズとかも、まあ、履いてるとある種ちょっとかクッション的なものを感じるのは、そうこういう構造があるからですね。今のね、もちろんその最新のクッションソールに比べると劣りますけれども、うんうん、でもなんかこうするには、ね、点なんかボコボコのところを歩いたりすると、はい、ちょっとこう潰れる感じしますよね。感覚ありますよね、はい、もうまさにおっしゃる通り、うん、今の現状の車制度もそうなんですけど、全部格子状に向かれてます。なかなかね、こういうのってソールって外れたところを見るのって好きなんめちゃめちゃ
びっくりしましたもん、これ外れるんだ、これ外れて、しかもこれあれですからね、あのユーゴ製のそうスウェードのソールですから、ね、これはスウェードのユーゴ製のスウェードのここ見る機会とかなかなかないですね。これはすごい、はい、びっくりした、はい、こういうような形で要は外れたんだ、はい、クッション性と軽量性を、生み出すソールがまさにこう、へー、すごいな、はい、そういうのを引き継いでこの辺のモデルがある。そうですね。でスクリーンとかもなかなか気になってるんですよね。はい、MX で、ね、ハイカット。はい。実はこれもレガシーコレクションでハイカットも用意されているんですけれども、うん、これがまああのラックスバージョンって言われて、はい、またちょっとタイミングが別の時に出た。一番最初に出た MX ですね。でこれがハイカットのスペックなんですけれども、まあこれがラルフ・サムソンが85年にマジェスティを履いて翌年履いたのが LX、うん、結構強豪の大学のチームなんかもあって、うん、ちょうど80年代っていうのは中期っていうのはその MCA のカラープロジェクトカラープログラムっていうのがあって各メーカーカレッジカラーとか NBA のチームカラーに対応するようなモデルっていうのが出てきてプーマで最初にカレッジカラーに対応できたのが LX。あそうですよね、あの他のメーカーのモデルでもその同時期のやつでカレッジカラーとか、はい、カレッジカラーとかカレッジ大学の SNM とかいっぱいあるんですよね、はい、あるのはその80年代中期にそういうプロジェクトが発足してもちろんナイキさんもそうだしコーパーさんもそうだし、うん、そうですね、はい、うちもそれに乗れることになってるんですけどそれが LX さんヴィンテージとか見てもいっぱいありますもんね。そうです、大学カラーって、はい、で当時のオリジナルモデルはあの先ほどもお話し通りポリウレタンのソールを使っていたので、はいはいはい、現存するものは履けない状態でしか現存しないんですけれども、うん、今回は復刻版で、レガシーもそうだし LX のこのラックスバージョンもそうなんですけどラバーのカプソールを作って、まあ、なんか愛用中に手入れをしたら一生履けるやつ、ね、はい、していますね。いやいいな。でもこのスカイっていうモデルも何度か僕出てるじゃないですか。出てますね。でも全然それもさっきのマジェスティと同じで形全然違いますよね。そうですね、やっぱりなかなかこう完全復刻っていうほど再現できてなかったっていうか、あのどうしてもアメリカだけしか当時展開がなかったので、日本でも LX って売ってないんですよ。そうなんですか。はい、なのでやっぱりそういった意味であの実際オリジナルをこうチェックするタイミングもなく、いろいろその時代時代でこう生まれてきてはあのなくなりまた復刻してっていう感じで、まあ、今回はサムソンの流れがあったのでしっかりグローバルチームもあの過去の資料を振り返りつつ復刻させたので、2000年代の頭ぐらいにスカイっていう名前で出てますよね。それはおそらくスカイ2っていう。あ、そうだ、そうです、そうです。でそれはゲルトにもベルクロ日本についてるけど、そう、それは80年の頭ぐらいに実はあったので、じゃあバスケットプロとかスカイっていう名前で言ってたの。あ、じゃあモデルが違うんですね。モデルが違うんですね。で実は LX も過去に復刻しようと思って、はい、2009年ぐらいかな、サンプルアップまではしたんですけれども製品化ならず、ドロップしちゃって。そうなんですか。同じモデルだと思ってたんで、あれはじゃあなんかこうリアレンジのモデルだったのかなとか、はい、マジェスティと同じでなんかこう、まあ、言い方あれですけど間に合わせで作ったやつとかだったのかな、はい、とか、20年のモデルでバスケットプロとか、そうか、スカイっていうのも、そういえば2でしたね、確かに、はい、実はあります。そうだそうだ、あるんですか。何でもあるんです。あ、それだ、まさにこれだ。あ、いいです、ね、すごい。これはオリジナルですか。オリジナルではなくて、これ2000年ぐらい、先ほど美濃さん言ってたように、まさに僕が見てた、そうです、あのその頃に復刻をさせたので。はあ、でもなので LX っていうのはスカイ2をさらに発展させたもの。ああ、こっちが発展版なんですか。発展版、あ、と思ってた。アンクルのこの感じとかベルクロとか、はいはい、あとはつま先の交通機構だったりだとか、違うんですけど、なんとなく近い。そうですね、何か同じ衣装というか、はい、そうですね、はい、なので、要はより靴を全体的にリテンさせたのが LX らしい。要はこの靴と
チェスティを組み合わせて作ったのがロレックスって。でも確かにそんな感じがする、うん、しますね。そう言われると、うん、こうやると、あ、分かる。なんかこう、うん、デザインがこう進化していった感じ。こっちのが先なんですか。これもコンタクトする。あ、本当だ、コンタクトで裏返していただくとオスロートは違う。あ、本当だ、全然違う。そうだ、さっきおっしゃってたその、はい、なみなみの、はい、すごい不思議な装置だったんですよ。また細いでしょこれ。細いっすね。めちゃくちゃ細い。日本人殺し。はい、あの細い細いって言われているんですけれども、これを広げた、要はもうちょっとワイドなラストを使って作ったことも一時期的にあるんですよ、はいはい、細いって言われたんで。だけどそうするとスカイはこうじゃないんだよなって言われるんですよ。細い状態でオリジナル中心線作ると細いって言われ、太く修正してどうぞ履きやすくなりましたって言うとスカイ2はこれじゃないんだなって言われる。なかなか難しい。っていう話も難しい靴がこの靴なんですよ。ねえ、はい、みんなないものが違いますから。そうです。いや、でもすごい。そう。よかったです。持ってきといて。あ、よかったです、ね。はい。まさかこんなところで何年かぶりの再会を果たせる。そうですね。はい、これ。なんか赤とかもありましたね。はい、白赤が一番スタンダード。あ、そうですね。実はラルフ・サンソンも一時スカイ2を履いてプレイしてた。へー、あのマジェスティができる前。じゃあ結構やっぱそのプーマのバスケットボールの歴史において、ラウル・サンプソンっていうのは欠かせないというか、欠かせないのは欠かせない。一番そのテクノロジーの発展がこう出始めた時期、80年代っていうのは。なのでその時期に契約していた彼と の, あのパートナーシップっていうのはプーマのバスケットボールのカテゴリーの中ですごく重要だった。はあ、それが今にも続く流れになってるわけですね。はい、で例えば今バスケットの、ね、カテゴリーで出ているのがスカイドリーマー、ね、はい、なんですけれども、それはこの LX を発展させて、ね、まあ、最新の技術と素材で作ったパフォーマンスシューズ。NBA とのレイカーズのクーズマン選手が靴はたくさん履いてるし、あとは RJ バレット、ニューヨークニックスの RJ バレットのミッドソールに関しましては、ランニングシューズに使っているプロフォームっていう、衝撃を吸収しながら反発性もある EVA を使っていたり。 EVA なんですね。はい、すごい面白い。ここの、はい、ホームストリップからぐるっと回ってベルクロ。これ知らなかった。このホームストリップがぐるっとつながってベルクロに行くんですね。そう、あ、知らなかったこれ、はい、面白い、はい、なのででも新しくありつつもやっぱりそのレザーの使い方とか、そうですね、パーツのデザインがすごいスカイを意識しているというか、そうですね、ちゃんとこれが進化したよっていう感じが分かりますね。はい、このシグマズのところです。はい、そうですね。この辺はおそらくマジェスティのこれで盛り上がった中足部のディティールだったり、あとは、クライドハードウッドも同じようなスペックになってるんですけども、はい、そういったパフォーマンスの立体的なフィッティングっていうところを視覚化した。なかなかね、パフォーマンスのバスケットシューズで、しかもハイカットなんし、ベルクロもついてるから、履きめんどくさいなと思って、僕も実は昨日まさにこれ履いて。あ、本当ですか。はい、この色ですね。オールホワイトのスカイドリーマーっていう、これの色っぽいやつですね。はい、これの、J. コールのためのカラーリングって言われてる。あ、そうなんですね。はい、J. コールは本気で NBA 入り目指してる、彼の夢にこうプーマー乗ったっていう。ドリーマー。そう、ドリーマーで、それ以外のモデルはモダっていう、スカイモダ。そうですね、そうだそうだ、名前に、名前違いますよね、はい、白とネイビーとかはスカイモダって名前です。はい、オールホワイトだけはスカイドリーマー。それでドリーマーなんですね。そうで、なんでオールホワイトかっていうと、 J. コールがこうバスケットボールに対しての思い、純真な思い、純真無垢な思いということで、オールホワイトで作ってるのがドリーマー。はあ、すごい、そんなストーリーがあるんですね。そうなんですね。だからオールホワイトで作ったモデルっていうのは結構意味がある。例えばレガシーもそうですね。これレガシーもそのスポーツに対するプーマの真摯な思いっていうのが、そのカラーの中にこう投影されてる。でオールホワイトの靴とかっていうのは結構そういう隠されたストーリーがあることが多いですね。プーマのオールホワイトのやつはちょっとなんか要注意してる、要注意なんかこのサイドストーリーとかもよく掘りがいがありそうな感じなんですね。はい、
結構語られてないことも多いんですけれども、そうですよね、はい、あんまりそう表に出ない話とかありますよね。結構ね、あのスポーツブランドってそういうところを起こすんですよ。あえて言わなかったりとかするんです。そうなんですね。で僕が言っちゃうんで、はい、なんですけど、ね、でも だからこその伝道師みたいなんです、ね、だといいんですけど、余計なこと言いやがってって思われるとちょっと怖いですけど、いやいや、はい、ファンも知りたいですから、そういうところ。そうですね、なのであのそういう役割も面になっていきたいなというふうに思ってるんですけど、男はそういうストーリーに弱いですか、はい、そういうのを見つけるっていう楽しみ方ってありますよね。スニーカーがやっぱ好きなの、あとハイテクスニーカーとか好きなのってやっぱそういうとこありますね。そうですね、そのさっきのハニカムコール、それこそ今セールだったら、うん、セールがちょっと見えてる、はい、感じにやっぱりかっこよさ感じたりとか、はい、そうですね、やっぱりなんかこう日本人らしい、日本人の男性ってオーバースペックが好きなので、そうそうそう、ギアをバチバチするこう喜びとか楽しみっていうのは、うん、めちゃめちゃわかる。パフォーマンス系も新しいモデルをより体感できると思います。バッシュとかをこう最新のバッシュとか外で書くと、あのリアルでバスケやってる人とかに、あ、なんか言ってほしくないなとかって言われるんですけど、はい、いいじゃんって思うんですよ。そうです、僕もあのバスケやってる人にだけそんないいのを履いても隠せちゃって、はい、うん、俺たちだって履きたいんだよっていう思いで僕は履いてるんで、はいはい、黒板的な良さももちろんあるんですけれども、うん、最新のスポーツシューズを履く喜びっていうのはすごくある。今のね、若いスニーカーファンの方にも実感してほしいな、体感してほしいなって、ね、これが何年後かには復刻版として出てくる可能性があるわけですよね。まさに、ね、まさにだって今90年代のモデルとかがバンバン復刻されてるけど、はい、そういうのってね、リアルで、まあ、僕はその見てる側ですけど、ね、作る側に携わられてた野崎さんなんかが見たら、ね、まさに今多分これに携わってる人とかが何十年後とかにね、そう復刻ってなる、そういう過程をこう見てきてるっていうか、うん、そういう過程の中に今もうすでにいるんだよっていう、そういう意識を持ちながら見てると、なおさら面白くなると思う。そうですね。いろんな意味合い、要はクラシックなものもいいですけれども、クラシック以外の最新モデルを履くっていうことは、スニーカーライフを楽しむこう幅をこう広げてくれることにつながるかなっていうふうには。まさにこうやってルーツが明確なものなんか、まさにそうですよね。これがこれになるんだっていうその楽しさっていうのもありますよね。ワクワクするぞ、はい、特にね、僕は90年代をリアルタイムで生きてきたので、はい、その当時っていうのはそのハイテクスニーカーブームっていうのを体験してきているので、あの頃なんかもうみんな最新の、そうです、新しいスニーカーを履くのが当たり前の時代だったので、そうですね、で本当に半年サイクルで新しいシューズが、ね、そのマイナーチェンジしてこう生み出されてた時代だったので、そういうのを履くのが普通だったんです。そうですね、うん、セルだ、エアだ、そう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 ピーツエアだ、そう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 、どれが一番すごいんだろうっていうのを見てワクワクしてた時代がありますよね。本当にその通りで、なので今の若い方にいろいろ幅広い目で、ね、そうですね、スニーカーを楽しんでもらえると嬉しいな。いろいろ履くと本当楽しいですよ、うん、まあ、ただ家のスペースがどんどん、はい、圧迫されてる、はい、すごい、そうですね、今ちょっとかなりストレスの感じで僕もあの何年前だろう、3年ちょっと前に引っ越したんですけど、はい、それ引っ越した理由で靴置けなくなったからあの前の部屋が狭かったんで、まあ一人暮らしですけど狭くて、玄関にたどり着くのに大変だったんですよ、うん、玄関から部屋までのこの間がもう靴でバーッて埋め尽くされて、そう、あの引き返リュック背負ってこう出かけるじゃないですか、引っかかる、あの引き返せないんですよ、あ振り返れない、そうそうそう、あ、いけねえ忘れ物したって思ったバックで帰る、そのまま帰ってそれは大変ですそうそうそう、それからもうなんかアポ臭くなってちょっと引っ越そうと思って、なるほどそうそうそう、ちょうどね、インタビューでお給料もちょっとあるんで、ああ素晴らしい、そうそう、まあ、よしよしありますけど、まあでも楽しいことも多いですよね。そうですね、やっぱスニーカーは楽しいですねこうやってその好きがこうして、僕もこうやってこう今日の機会もいただけてるし、もう本当に今日はなんかもういろいろこんな貴重なこんなヴィンテージとか新しいものとかいろいろ出していただいて本当にありがとうございました。本当にこちらこそありがとうございます。ああもう本当楽しかったもうぜひまた、はい、またぜひ遊びに来て、ああもう本当なんなら、ね、ちょっと毎日会社がやってるやってるっつって電話いただければウェルカムなんで、ぜひちょっとまたね、はい、気になるモデル他にもいっぱいあるんで、はい、あのなんだっけ、うん、
コンピューターとかね、 RS コンピューター、 RS コンピューター、はい、あとそこのちょっと 最初にちらっと動画で撮ってるんですけど、はい、あのセルのバッシュとか、はいはいはいね、ディスクのコンピューターとか、はい、もうなんか第2弾もやりましょう。ぜひ、はい、お願いします。はい、ぜひいろいろまたちょっとお話しさせてください。はい、ありがとうございます。最後までご覧いただいてありがとうございました。ご意見ご感想ご質問等ございましたら下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。というわけで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。あ、もうお礼を言っても言い切れないぐらい楽しかったです。でまたお会いいたしましょう。いいですね。